ここまで、とりあえず来ましたけども、特に1周目のプレイの時と変化したところはなくて、強いて言うならそのセブンが記憶喪失だっていうことに順平がね、驚かなかったっていうことを前に聞いたからね、一緒に探してる時に聞きましたから、それくらいですかね。あとこの個室が並んだ直線通路デッキ、通路デッキというか通路のところを紫たちが先に調べてたっていうことぐらい。あとは特にね、変わんなかったですけど、またニレスいなくなっちゃって。で、どうしようかな、どっから調べに行きますかね。まあ、特に変化ないと思うんだけどね。この辺はまだ。わかりました、了解です。これだから調べる順番がちょっと変わるぐらいなもんで、ひょっとしたらニレス見つける可能性もあるんだよな。もしも、まあ、変化なかったらカットされてると思います。なんか変化があったら、そこで止めようと思うので。ここまで来たんですけど、まあ、結局ニルス探したけど、ニルスは見つからずに、まあ、このまま、みんなで突破しようと。まあ、でも、突破するためには一人、犠牲を作らなきゃならないって、ヤシロがね、提案をして、で、一宮さんが、麻酔薬打って、ここに残ることになったって感じなんですけど、前回はここで7の扉を選んだんですよね。どうしよっかなぁ。まあ、8じゃあ選ぶか。7でも8でも別にいいんだけど、あ、でも3もどうなんだろう。だから3選ぶと、ちょっとあからさまちょっとおかしい感じにはなるんだけどさ。3選ぶとどうなるんだろうな。ちょっと気になるな。3選んでみますか。いや、8にしよう。ヤシロと一緒に行ってみようか。俺は8の扉に入ろうと思う。ということでね、8番の扉の方に行くという感じで、胸に手のひらを添えてヤシロが言った。準備はいい。そうだな、今度はこのヤシロと四つ葉のコンビ。これは大丈夫なんでしょうか。ちょっとギスギスしそうな予感が、もう今からもう、感じますけどね。うん。行くわよ。さあ、こっちの部屋はどういう感じになってるんでしょうね。行きましょう。扉が開いた。その先は狭い通路になっていた。そこに向かってヤシロと四つ葉が飛び込んでいく。ゲートをくぐると同時に、二人のバングルが電子音を奏でた。バングルに仕込まれた次元起爆送信機が作動を始めたのだ。順平もすぐに後を追いかけようと思ったのだが、ゲートをくぐる直前で足を止めた。左を見る。7の扉の方、あ、どっちにしろこういう演出があるんだな。7の扉に入ろうが8の扉に入ろうが、彼女も同じように開け放たれたゲートの手前で立ち止まっていた。目が合った。互いにうなずき合う。その間わずか 1.5 秒。次の瞬間には、もう早く行くよと、ぐん。と強烈な勢いで腕を引き寄せられ、順平はゲートの内側へと引きずり込まれていた。時間がねえからな。背後からナンバリングドアの閉まる音が届いた。続けて、左手のバングルから寒々しい電子音が。で、どこにあるかなんだよな、デッドが。残り81秒よ。急いで。ヤシロは鋭く声を放つと、壁に設置されたデッドに向かって飛びかかっていた。あ、あるんだ。もうすぐに。順平と四つ葉も同じくデッドに食らいつく。まあ、これでとりあえず一安心ですね。止まりました。止まったわね。ヤシロが額に吹き出した汗を拭く。それとは対照的に四つ葉は涼しげな顔。くだらない。動じる素振りさえ見せずに平然とつぶやき。まあ、でもこの辺からちょっと四つ葉の様子が、あ、でもまあニルスが死んでるの分かってからはっきり変わるような四つ葉が。彼女は通路の先に向かって歩き始めた。その後ろ姿を見つめながら、ヤシロがつぶやく。でも7の扉に入った時はさ、四つ葉、ちょっと割と順平に心開いてくれた感じあったんだよな。ふん、可愛くない女。絶対モテないタイプよ、あれ。
嫌みったらしく言って、八代が四つ葉の後を追う。順平もその後に続いた。通路を何度か折れると、その先は行き止まりになっていた。左手の壁に両開きの鉄の扉がある。鉄扉がある。順平たち三人はその扉の前に立った。扉には、ラボラトリーと書かれたプレートが貼り付けられていた。実験室。実験室か。嫌な響きね。どう考えてもまともな部屋とは思えないわ。って言っても他に扉はなかったしな。ここを開くしかないだろう。純平くん。ん?お先にどうぞ。はぁ、もういいじゃないか。行こうじゃないか。うやうやしく手のひらを差し出すヤシロ。ち。小さく舌打ちをして、純平は鉄の扉をゆっくりと開いた。そんな、うわ。大丈夫かな、この部屋。慎重にあたりを探るようにして、中へと踏み込む。純平に続いて、八代と四つ葉も室内に入った。やばそうだな。部屋は弧を描くような、湾曲した壁によって二つに分断されていた。その壁には分厚い窓ガラスがはめ込まれていて、奥の空間が見えるようになっている。順平は窓ガラスに近づき、その向こうを覗き込んでみた。なんだありゃ。思わず声がこぼれる。お、こっちにも人形があるんだ。扇形をした部屋の中央、実験台と思しき長方形のテーブルに、一体の人形が横たわっていた。車の衝突実験なんかで使うダミー人形のようだった。気味が悪いわね。気がつくと傍らに八代の姿があった。八代も同じように人形を眺め、下ろしていた。当然起き上がってきたりとか、あ、突然起き上がってきたりとかしないわね。まあ、しないとは思うんですけど、さあどうだろうな。なんかケーブルがぶっ刺さってるみたいだし、間違ってスイッチを押ししまったりすると、やめてよ。考えただけでもゾッとするわ。ヤシロは両腕を抱きかかえ、身震いするふりをしてみせた。ところで四つ葉はどうしたんだろう。振り向くと彼女は未だ入り口の付近に留まったままだった。陰鬱な表情を浮かべて、ぼんやりと立ち尽くしている。なんとか気の毒に思えてくるような、寂しげな姿だった。順平は彼女の元へと足を運んだ。静かにその前に立ち、気遣うように尋ねる。大丈夫か?四つ葉は視線をそらしたまま、投げやりな態度で言った。と、まだね、心を打ち解けてくれてないだろうな。何が?何がって、お前のことを心配しているんだよ。あ、その言い方はちょっと、その言い方はちょっとな、そんなこと頼んでないんだけど、って言われそう。さっきからずっと黙ったままだし。いけないの?いけなくはないが。ふーん、だったら、ほっといてくれない?まあ、そういう風に言われちゃうよな、今みたいな言い方だと。そういうわけにはいかないだろう。この先、協力していかなきゃいけないわけだし。四つ葉は息を飲んで、唇を噛み、そして唐突に、順平には、私の気持ちなんてわからないんだよ。張り裂けんばかりの声を上げた。なんでこんな気が立ってるんですか。お兄ちゃんは私を置いて、いなくなっちゃうような人じゃないの。きっと何かあったんだよ。何か。良くないことが。まあ、この後のニルスの、あれ知ってるから、あんまあれだけども。そこにやってくるヤシロ。ただなる気配を察したのか、ヤシロは声を潜めて尋ねた。どうしたの?まあまあまあ。まあ、とりあえず協力して、とりあえずこの部屋抜けないと。ニルスを探すのもね、含めて。四つ葉は、ヤシロの方をちらりと見て。とにかく私のことはもういいから、ほっといてよ。そう言って、くるりと背中を向けた。足早に去っていくよ、四つ葉。おい、待てよ四つ葉、待てって。引き止める声も聞かずに、四つ葉はぐんぐんと歩いていく。その先には四角く切り取られたゲートがあった。そこをくぐり抜けた。次の瞬間。お!待て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 。四つ葉の頭上から鋼鉄の柵が降ってきた。ゲートが遮断されてしまったのだ。ちょっと、何よこれ。勝手に動くから。
四つ葉が鉄格子にしがみついてガタガタと揺らす。これなんか、このままだと危ない予感ですね。待ってろ。今開けてやるからな。順平も手を貸した。さらに八代も加わった三人、力を合わせて鉄格子を持ち上げようとする。しかし、俺の仕掛けの一つってことだ。これは、開けられない感じですね。ダメだ。びくともしないぜ。ちょっと待ってよ。簡単に開けられないでくれる。開けられたわけじゃない。これ多分なんか、これもおそらくゼロの企みのうちの一つだろう。だとすると必ず開く方法が。順平はうなずいていった。そうだよ。四つ葉、見捨てるわけないだろう。とにかく調べてみよう。俺と八代はこっちのエリアを探すから、四つ葉はそっちを頼む。うん、わかった。これはもう、強制的に協力をせざるを得ないような。いろいろあったなぁ。やばそうだな、この部屋。あの、7の扉くぐった後のあの部屋より、こっちの方がやばくないか。まあ。まあ、ここが開かないわけですよね。開けようと思っても。順平、早くなんとかしてよ。早くなんとかしてよと言われてもなぁ。まあ、とりあえずじゃあ、この辺の銀色の手すりだな。はぁ、ガラスだな。弾丸でも打ち抜けそうもない。何の実験をする場所なんでしょうね、ここはね。ここら辺はあんま意味なさそうだな。あ、扉がいっぱいあるけど、扉の電子ロックを制御しているデバイスのようだ。ランプの表示は赤、ロック状態であることを示している。これを緑に変えれば四つ葉を連れ戻すことができるかもしれない。変えようと思ってもね、特にそういう入力装置っぽいのもないしね。扉の電子ロックを制御しているデバイスみたいね。赤いランプがついてるから、がっちり施錠されてるってことだろうな。下には緑色のランプもあるよね。消えてるけど。ってことは、なんかやれば、ロックが解除されたらつくんじゃないか？でもどうやって解除すればいいのかしら。鍵穴もカードリーダーも。暗証番号の入力装置もついてないのに。なんかの仕掛け解除したら一気に全部のロックが解けるとかかな。わからん。わからんが。いろいろあるね。なんかいろいろな機材が置いてあるわね。どれもこれも何に使うもんなのかさっぱりわからないな。あ、でも一つだけわかるものがあるわよ。なになに？なんだ？台の一番上に乗っかってるやつ。多分電源ケーブルだと思うわ。電源ケーブルか。俺はそれを掴み取った。あー、見つまった。ということはまあ、これを使ってさらになんか刺して使うってことだな。で、コードを見つけたら、この時計、針が止まってるのね。針が止まってても時間はそのうち、時間そのものは止まってくれない。無駄話してる時間なんてないぞ。はい、この部屋から出る方法を見つけないと。これは、コード。このケーブルどこに接続されてるんだろうな。片方は目の前のコンソール、もう片方は、四つ葉のいる部屋。あー、じゃあ四つ葉の方でこれ、ケーブルいるんじゃないか、これ。つまりこのコンソールは実験室の装置と繋がってるってことか。あとはじゃあここは、意味はない。で、モニターがあって、これは鍵穴だな。鍵か。特に今のところは、ないからな。これ、レバーが2つついてるわね。これさ、多分その、まずコードをなんとかしないと動かせないんじゃないのかな。動かしてみたらどうだ？そうね、やってみましょう。ああ、変化なしか。ダメね。何の変化も現れないわ。スイッチもあるけど、意味はないと。わかりました。とりあえず、お。これは PC とマウス。マウスだ。PC の電源もついてないね。このモニターには電源ケーブルがついていない。そこで手元の電源ケーブルの一端を、あ、モニターに接続。さらにもう一端を机の下のコンセントに。あ、ここで使うようか。突き刺そうとしたのだが、あれ使えないじゃないか、この電源ケーブル。どうしたの？このケーブルは三つまた、コンセントは二股になってるんだ。
形が全然違うから刺さらないんだよ。つまり電源ケーブルを二股に変えるプラグが必要ってことね。あー、なるほど。それがあれば繋げられるか。これは、スチール製のロッカーだ。右側の9つの扉にだけ赤いランプが灯っている。赤いランプってことは、つぶやいて9つの扉すべてに手をかけてみる。しかし、開かないでしょうね。やっぱりか。この9つの扉はロックされてるらしい。何か大事なものでも入ってるのかしら。この下のやつも上に乗ってるロッカーより少し大きめのサイズね。中に使えそうなものは、どうやら何もなさそうだ。おお。あ、こっちは開くんだな。あ。エタノール。エタノールだ。消毒用かしら。あら、無水エタノールって書いてあるわ。無水？普通のエタノールと違うのか。生活の知恵よ。無水エタノールって油性ペンの落書きとか消せるんだから。おー。ってことはなんかそういうのを消すため用のやつなんでしょうかね。他も、あ、ないんだ、他は。なんか、ろくなもの手に入らないな。中には書類のようなものが詰まっている。何が入ってるの？ずいぶんびっちり膨らんでるけど、実験関係の書類みたいだが、あー、専門的すぎてわからないな。あー、そっかー。ちょっとなんかあんまり重要そうなものは手に入ってないな。で、このコードをさ、そっちにこう、早く、どうやったら出る、どうやったら出られるのって言われましてもね、なんかそっちでもなんかやってほしいな。こっちもね、やれることがなんかあるはずでしょう。あ、こっから見て、コードがやたら散乱してる気がする。ワゴンだよ。上に乗っかってるのはなんかのケーブル。ケーブルの両端は切断されてて、中の導線がむき出しになってる。はぁ、あ。何の台なのかわからないけど、一部が真っ黒に塗りつぶされてる。近くにペンが転がってるから、これで塗ったのかもね。塗ったってことはじゃあ、エタノールで、やってみる。で、これ油性ペンだ。順平、油性ペンで書いた落書きを消す方法って何か知らない？あ、まさに。ちょっと待ってくれ。エタノールが、エタノールをね、こちら所持してるんでね。これでいけないでしょうか。これでなんとか、いけるんじゃないか？いけるんじゃないか。エタノール使えよだから。あ、よそばに渡せばいいのか。今日はね、話しかけてくれてたのに。ヨスバ、このエタノール使ってみてくれ。これで。拭くものは？ヨスバの服。もう全然そんなの。え？冗談だよ、冗談。そんな目で睨むなって。え？別にいいじゃん。なんでそんな、めんどくせえこと言いやがるなぁ、もう。服でやれよ。こんな汚れるわけでもなしに。これで実験台っていうのかな？なんかキモい人形が寝てる。あ、やつば、その辺の電源ケーブルってどうなってる？は？どうなってるって？ケーブルの先端は2つのやつか？それとも、3つに分かれてる？なんだかよくわからないけど、ちょっと待ってて。そう言ってやつばは身をかがめ、ほどなく、このモニターのケーブルなら、コンセントに差し込むところが二つになってるよ。それが？あ、それじゃあそいつを引っこ抜いて、こっちに渡してくれないか。わかったけど、ケーブルの本体側の方は抜けないよ。直接繋がっちゃってるもん。あー、それじゃあそっちにむしろ渡して、プラグだけじゃダメなの。は？プラグ。コネクタっていうのかな？あー、それでいいわ。それでいいんだわ。三つ股のやつを二股でも使えるようにする部品。それじゃダメ。ダメじゃない。全然ダメじゃない。探してたのはまさにそいつなんだ。わかった。それじゃあちょっと待っててくれる？そう言って四つ棒は再びしゃがみ込むと、OK。外れたよ。鉄格子のところから渡すね。よしよしよし、順調じゃないか。いい子じゃないか、四つ棒。それをこっちに起こしなさい。とりあえず。え？いいか、ヨスバ。今この時、この場所で最も頼りになるのはお前なんだ。ふふ、死
信頼してくれてるんだね。なんてちょろい女だ。ちょっとだけ元気出た。あれ、エタノール渡したんだね。エタノール、ちょろい女だったな。おお、ヤツバハ。ヤツバハ、台のあたりでうろうろしている。こちらの呼びかけに気づか、あー、なるほど。結局やってくれてんだね。あ、まあ、いいや。じゃあ、拭いてくれ、早く。ヨツバ、台の上にある布切れみたいなやつ使えないから。使うって何に？拭くのにだよ。エタノールを染み込ませて、油性ペンの落書きを消すんだろ？そっか、それなら、服にエタノールを染み込ませなくてよくなるね。布を手にしたヨツバだが、今度はエタノールの瓶と格闘しているようだ。準備ができたら、あの台の落書きを消してもらおう。あ、じゃあ消してくれ。じゃあ。布にエタノールを染み込ませてと。ジュンペ、いい感じに汚れが落ちていくよ。あれ？汚れの下から変な落書きが。四つ葉が見つけた落書きというのが気になる。あの台をもう一度調べてもらうか。調べてくれ。なんだろうこれ。マス目に数字が書いてあるみたい。ここからじゃよく見えないな。あ、そういえば四つ葉も手帳とペンを持ってたよな。それを書いて、こちらに渡してくれよ。お。順調じゃないか？わかった。了解。そしたら、もうあとはじゃあもう、二つとももらうだけですね。くれ。はい、順平。机に書いてあった数字のメモ。俺はそのメモを受け取った。お、なんて書いてあるんだ？あと、それと、コンセント。はい。二股プラグ。サンキューな。調達屋。調達屋だな、もう、お前は。したら、では、もう、あとは、こちらの仕事ですよね。そしたらね、じゃあ、まずファイルちょっと見てみるか。四つ葉のメモ。1、2、3、4。なんか、順番っぽい感じですね。順番っぽいな。まあ、いいや、覚えとこう。右下から順に。で、アイテムなんですけど、これ、組み合わせるのかな？これとこれ。で、それで、そうすれば、よし。この電源ケーブルの先に、二股のプラグをはめてと。これで、これが起動できるはず。手元には二股のケーブルがある。これなら、大丈夫だろう。俺は、机の下に潜り込むと、モニターとコンセントにそれぞれケーブルの両端を突き出した。よし、これで OK だ。じゃあ電源を入れてみましょうか。ああ。でも何も起こらないと思うぜ。どうして？パソコンの本体と繋がってない。繋げよう。やってみないと分からないでしょ。え？繋がってない？あ、下のコンセントが何ですか分かんないわけか。あ、繋がったじゃん。ジュンペはモニターの電源を押した。小さな電子音を奏でて、モニターに火が灯った。と、その直後のことだった。何やら、画面の中に意味不明な英語の文字列が、ズダダダダーと駆け抜けるように流れ始めた。順平は我が目を疑った。なんでだ？動き始めたぞ。まあ、どっかしらからこう繋がってんのかな？みたいね。みたいねって不思議に思わないのか？何が？こいつにはマシンの本体が接続されてないんだぞ。そういうパソコンなんじゃないのこれ。あるのはキーボードと液晶ディスプレイのみだ。一体型のパソコンなんじゃないのこれ。ケーブルもさっき接続した電源のやつしか刺さってない。なのになんで動くんだよ。ワイヤレスディスプレイなんでしょ？ヤシラは平然とそう言った。まあ、そういうのもあるでしょ。ねえ。Wi-Fi で繋がってて。ワイヤレスディスプレイ？本体と無線で繋がってるね。ただそれだけのこと。っていうか、純平くん、いつの時代の人間？純平は鼻の頭をポリポリと書いて尋ねた。それって、今は主流だったりするのか。少なくとも、私の周りではね。まあ別にね。そこまでめっちゃ驚くわけじゃないよね、確かにね。そのやりとりをしている間に、文字列の流れが不意に止まった。次に画面に現れたのは、パスという、4文字の単語とコロンだった。どうやらパスワードを入力しないとダメみたいね。一応さ、四つ葉が見つけてくれたメモがあるので、
それをこう駆使して、あ、わかった。ってお前は、私は自力で何とかしてみるわ。あ、パスワードを？そう、自力で。ヤシロは近くにあった丸椅子を手繰り寄せると、その上にストンと腰を下ろした。あ、意外になんかこの人、意外な特技が、あれなんですかね。ハッキングの画面を睨みつけるヤシロ。指の関節をポキポキと鳴らして、続けて両肩をぐるり、ぐるぐると回した。そして、さーて一応やっつけてやりますか。つぶやいたかと思うといきなり。お、意外に、この純平の驚き顔。純平は驚きのあまり声を漏らした。てか、そうだね。実際さ、このメンツそれぞれのさ、まあ普段やってることとか特技とかさ、わかんないもんね。意外だった。当たり前だろうが。何の仕事してんだよ。無職よ、今はね。前はセキュリティソフトの会社に勤めてたんだけど、辞めたの。どうして？あ、まあ、辞めた原因はちょっとね、あんまちょっとシビアな話かもしれないから。ん？まあ、ちょっとね。ヤシロは一瞬だけ手を止めて、寂しげな表情を浮かべてみせた。なんかあるんだ。なんだかそれ以上は聞いてはならないような気がして、純平は口を閉ざした。ヤシロの指先が再び動き始める。まるで軽やかなステップを刻むように。画面にはわけのわからない英数字の羅列が。それを見つめながら、純平は尋ねた。で、今は何してるんだ？ブルートフォースアタックの準備。え？ブルート、なんだってブルートフォースアタック。総当たり攻撃のこと。ヤシロは顔を上げずに説明した。それは暗号を解読するための最も確実で最も面倒な手段だという。想定されうる文字列の組み合わせを全て確かめていくらしい。考えただけでも気が遠くなるような作業。それを自動で行ってくれるプログラムをヤシロは今まさに組んでいる最中なのだそうだ。まああまりエレガントなやり方とは言えないけど、この環境じゃ仕方ないわよね。すごいね、そういうのできるって。言いながら淡々とソースコードを書き込んでいくヤシロ。てか、見方変わるわ、ヤシロさんの。巧みな手さばきは、思わず見とれてしまうほど、鮮やかだった。ところでさっきの話だけど、さっきの話？ワイヤレスディスプレイの話。これってよく考えてみると、やっぱり不思議よね。え？どういうこと？なんて説明すればいいんだろう。例えば今足し算を実行するプログラムを書くとするじゃない。はい。で、1たす1と入力する。すると画面には答えである2という数字が表示されることに。ほら不思議だ。不思議じゃない。え？別に普通なんじゃないですか？だけど大昔の人だったらそうは思わない。大昔ってわからないから。1たす1の計算をしたのは誰？コンピューターの本体だろ？さっき無線で繋がってるって。でも大昔の人だったらそうは思わないわよね。もうまあパソコン自体不思議だろうね。なんでこの箱が。多分このモニター自身が計算をしてるんだってそう思うはず。で、彼らは検証を始めてみるわけよ。モニターの表面をペン先でつついたりして。ふむふむ、ここを押すとこんな風に色が変わるのかとか。次に中の基板をうりうりといじくって、なるほど、ここの配線がここの出力と関係してるんだな。最後にはその配線をブチッと切断してみたりとかもして、うん、やっぱりそうだ。配線を切断したら結果が入力されなくなった。故に計算をしているのはこのモニター自身なのだ。おう。本当は純平くんの言った通り、コンピューターの本体が計算してるのにね。でも大昔の人はそのことに気づかない。まあ情報がないですからね。そこに行くまでのさ。まあ今の現代人でパソコンとかね、携帯、まあスマホとか、そういうのの使い方がわからない人なんて多分ほとんどいないけど、当たり前のように使えてますからね。まさか無線で繋がってるとは思いもよらないから。ヤシロは相変わらずキーボードを叩き続ける。その背中に向かって純平は問いかけた。それで結局何が言いたいんだお前は。別に。何も、ただもしかしたら、人間と脳の関係も同じなのかもしれないってそう思ったから。ん？例えば人間の脳のいろんな場所に電球を刺すとするじゃない。その時研究者はこんな風に言うかもしれない。
ふむふむ、ここを刺激するとこんな風に色が見えるのか。なるほど、ここの神経回路は A という機能を司ってるんだな。よし、試しにこの部分を切除してみよう。ふむ、やっぱりそうだ。この部分を切除したら A という機能が失われた。故に人間の思考活動は脳によって行われているのだ。ね？同じでしょ？あ、まあでも似てるかもしれないな。もうだから俺らの体の作り、まあそれこそ脳なんて一番重要な部分をね、になってそうですけど、そこがさ、今こういう風にゲームをやってたりとか考えたりとか、そういうの全部司ってるわけでしょ。まあそれの構造とかをね、どん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 こう分析していくとそういうことになるでしょうね。人間の脳はただの出力装置、モニターなのかもしれないわ。思考活動を行っ、あ、なるほど、そういうことが言いたいのか。どっかから送られてきた無線信号をただ俺たちは実行してるだけかもしれないと。結局俺たちが考え、自分たちで考えてるっていう風に思ってるけど、ひょっとしたらそうじゃなくて、別のなんか大元からの信号が送られてきて、そう思わされてるだけかもしれないっていう。なんかゼロエスケープでも、なんかそういう話がありましたね。ただ私たちはそれを知らないだけなのかもしれない。考えもしないんだよ。大昔の人たちが電波の存在を知らなかったのと同じように、私たちも思考の情報を運ぶ未知の媒体が存在するなんて思いもよらないから。順平は何も言わなかった。黙っていたのは反論できなかったから。というわけではなく、あまりにも荒唐無稽な話に唖然としていたからだった。脳はただの出力装置、思考の本体は別の場所にあるだって。まあそうだね、なかなかこう、そうだね、真に受けられない話ではあるんですけど、ヤシルは本気でそんなことを言っているのだろうか。まあ本気というか、疑問だろうな。なんだかうさんくさい信仰宗教の話をしているみたいで、順平は薄気味の悪い思いを抱いた。もしかしたらセブンの記憶障害もそういうことなのかもしれないわ。ヤシルは指を動かしながらさらに続けた。記憶はどこか別の場所にある本体の方に格納されていて、本当は何も忘れてなんかいないのかもしれない。ただ脳というモニターに障害があるからうまく思い出せないだけで。なんかそう考えたら俺たちみんな機械みたいだな。本当に失語症や盲視の人も同じ。本当は喋れるのかもしれない。本当は見えているのかもしれない。ただモニターの調子が悪いだけでね。あとはそう、統合失認症の人だってそうかもしれない。ちょっと待って、統合失認症？突如聞き慣れぬ言葉を耳にして順平は首をかしげた。これなんだっけ、統合失認症って。なんか聞いたことあるんだよね。なんかずっとなんか弟の声がうるさいとか、姉さんの声がずっとうるさくてうんたらかんたらって言ってた人がいて、で実はその人には姉さんも弟も存在しなくてっていうやつだっけ。知らないの、統合失認症。ヤシロが振り返って順平のことを仰ぎ見る。てか手はではね、打ち続けてますね。順平は首を振って答えた。初めて聞いた言葉だ。なんだよそれ。簡単に言うと、人間の顔を識別することができない症状のこと。あ、そういうことか。あの人とこの人の顔を区別することができない。当然顔を覚えることもできない。だから道でばったり知り合いに出会ってもその人が誰なのかわからない。といっても大抵は声や服装で判別できるみたいだけどね。それで人間の顔が全部のっぺらぼうに見えるってことか。そういうのとはちょっと違うみたい。例えば猿山の猿を考えてみて、私たちにはどの猿も同じような顔をしているように見えるでしょう。別にのっぺらぼうに見えるわけじゃないけど、同じように見えちゃうってことか。それでも一頭一頭区別することはできないはず。長年付き合っている飼育員なら見分けることができるのにね。まあ要するにそういうこと、統合失認症か、そういう病気ってことか。おー、そういうことか。そんな症状があったとはな。順平は小さくつぶやいて腕を組んだ。で、何の話だっけ。脳はただのモニターなのかもしれないって話。それって本気で言ってるのか。
まさか、半分は冗談よ。残りの半分は。まあ、疑問っていうか、そういう可能性もあるんじゃないかっていう、あれですね。下段かしら。どういうこと？寒いな。ああ、なるほど、そういうことか。ヤシロは自虐的な笑みを浮かべていった。とにかく、ただのヨタ話みたいなものだから、真に受けないでね。ちょっと思いついたから、退屈しのぎに行ってみただけ。で、もう話す必要はなくなったわ。どうして？退屈じゃなくなったからよ。そう言ってヤシロは右腕を高く上げ、それを振り下ろすと同時にエンターキーを強く叩いた。どうやら、ブルーとなんとかが完成したらしい。解析にはものの数秒とかからなかった。画面の中、目まぐるしい速度で A 数字が駆け抜けていったかと思うと、たちまちそれは数桁の不規則な文字列を示して止まった。あれ、これはもうクリアしたってこと？ふふ、楽勝ね。ヤシロが余裕しゃくしゃくといった感じで、つぶやく。その直後、画面は自動的に切り替わった。あ、これはわかる。正方形が9つ。3行かける3列の形で並んでいる。なんだこれ。さあね、パズルのように見えるけど。すると、ヤシロはおもむろに席を立った。え、解いてくれないのかよ。仕方がないじゃない。プログラムが組み込めないんだもの。キーボードを叩いても。これあとはタッチすればいいのかな？ほらね、何の反応もなし。こうなったら私にはどうすることもできないわ。おお、というわけだから、純平くんあとは任せたわよ。多分あのパズルというか、四つ葉の、あのメモがヒントになってると思うんですけどね。何よ、ちょっとぐらい休ませてくれたっていいでしょ。私はきちんとやるべきことはやったんだから。まあ、そうだけど気にならないかい、ここが。そう言われてしまうと何も言い返すことができない。確かにヤシロは役割を果たしたのだ。これ以上彼女に頼るわけにはいかないだろう。まあ、ちょっと興味深い話をしてましたけどね、ヤシロさんも。ここから先は自分の力で何とかしなければ。純平は腕を組んでその場に佇み、画面に表示されたパズルをじっと、鋭く睨みつけた。やりますか？これあれでしょ？あれ通りにやればいいんじゃないの？わかんないけど。で、これ最後。あ、でも、四つ葉のメモがなかったとしても、やれたかもな、今の感じなら。うちじゃ。溶けたぜ。なんか今音がしたわよね。ああ、確かに何かが外れるような音が。何の音かしら。あ、てか、隣が変わってないか？あ、ほら、待て。隣が変わってんぞ。純平くん見て。ロッカーのランプが緑に変わってるわ。PC のパズルでロックが解除されたんだ。中には何か。お？なんだこれは。何かの鍵が入ってるな。しかも一つだけじゃない。一つはどこかの装置に使えそうな小さな鍵で。もう一つの方には地球のマークが。はい。地球のマークって確か A デッキの扉の鍵穴についてるやつだよな。とすると、地球の鍵の方は今は使わないかもしれないわね。それじゃ地球の鍵はポケットの奥の方にしまっておくことにしてと。もう一つの小さい鍵の方は、まあ、想像がつくね。これどこで使うのか。と、その時だった。ふと背中に声が届いた。四つ葉の声だった。どうした四つ葉。寂しくなったかい？ねえ、純平ちょっといい？純平は振り返り、四つ葉の元へと向かった。どうしたんだ？急に。あのね、一つ聞きたいことがあって。どうした？純平さっきお兄ちゃんと一緒に五の扉に入ったでしょ？五の扉？あー、そうだね。一周目の時とは違って。あ、なんかそういうの関係してくるんだ。その時何か気になることを言ってなかった？ニルス？あ、なんか、音が聞こえるみたいな話してた気がする。どうしてそんなこと突然？とは思ったが、口には出さなかった。四つ葉はずっといなくなってしまった兄、ニルスのことを気にかけているのだろう。だから不意にそんなことを聞いてきたとしても、不思議ではないと思った。純平は少しでも彼女の役に立てればと、懸命に記憶の糸をたどり始めた。
しかし。まあだから、強いて言うなら、なんかニルスがあの扉ね、あの、行こうとしたちょい前ぐらいに、あれ、すまん四つ葉。特に思い当たることはないよ。ただ人並み外れた聴覚を持っているとかなんとかって、あ、そうそう、この話。そんな話ぐらいしか。そう。一言だけ、ぽつりとこぼし、立ち去ろうとする四つ葉。順平は慌ててそれを引き止めた。あ、ちょっと待ってくれ。ん？こんなことを聞いていいのかどうかわからないが。もしも、差し障りなかったら、教えてくれないか。ひょっとして。ニルスは、その生まれつき、あ、その話ね。お前たち兄弟じゃないだろ、みたいな話すんのかと思った。目のこと？ああ、そうだ。うん。生まれつきじゃないよ。お兄ちゃん、小さい頃事故にあって。ああ、交通事故。それで視力を失っちゃったの。左腕もその時に。え？左腕？左腕ってなんだ？うん。お兄ちゃんの左腕は、普通の人とは違うの。人工的に作られたものなんだ。事故の時に大怪我を負って、そうしなきゃならなくなって。あ、あのニルスの左腕は人工的なものなのか。初めて知った。まあでもまあ目が見えないっていうこともこれで納得できたね。もういい。四つ葉が寂しげに問いかけてくる。順平は静かにうなずいていった。すまなかったな。辛いことを思い出させてしまって。四つ葉は何も言わずに首を振り、とうとうと階段を降りていった。いやー、ニルス、今回の話だとどうなるんだろう。結局、亡くなっちゃうのかな。わかんない。変わってるかもしれないね。今回の話だと。で、ここですけど、ここに、鍵がはめられるところがあると。この鍵、形状からしてこの機械の鍵みたいだな。回すぞ。つきましたね。よしモニターがついたぞ。何かたくさん文字が出てきたな。もう何にもヒントないぞ、でも。とりあえず。割にまた暗証番号とかあっても。モニター。画面に何か注意書きが出てるわ。実験装置への送電開始。被験者の身に異常が発生した場合は、緊急システムが作動します。だって。これ大丈夫か？このままなんか、やっても。これは、あ、ひょっとして向こうに、なんか変化があるとか。あ、違う、ここにさ、レバーがあったんだった、そういえば。あ、無反応か。何の変化も現れない。モニターがついたんだから、なんかこう、え、注意書きが出ただけですか？装置はすでに、特に変化じゃないのか。他になんかないかな、変化が。こっちになんか、このロボット。人形の頭、なんか刺さってる。電極みたいなやつ。一体これ何が行われていたんだろうな。いやいや、あってから四つ葉がぽつりと言った。人体実験だよ、きっと。その眼差しはどこか悲しそうに見えた。なぜそれを知ってるんだ、四つ葉が。四つ葉はさ、この船で9年前に、なんかあったっていう話を、してくれてたんですよね、前ね。順平、この装置電源が入ってみたい。あ、こっちの方で、分電盤を、起動させたからだろう。ちょっと軽くいじってみてくれないか。うん。なんか注意書きがいろいろあったからちょっと不安だけども、まあ。それじゃあダイヤルをひねってみるね。グリグリグリっと。大丈夫か？ダメみたい。特に何も変わらないよ。四つ葉の調べ方が足りないのかもしれない。もう一度調べてもらうように頼んでみるか。ああ、じゃあもう一度。もうちょっと電圧を上げてみたらどう？了解。やってみる。それじゃあマックスにしてみるね。マックス？おい、ちょっと待て、四つ葉。と言った時には、すでに四つ葉の手首は、大丈夫か？大きくひねられていた。あ、なんかやばい、大丈夫かな？あ、あれ？なんか様子が、うわわわわ、なんか何？煙出る。うわ！おい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 。燃えちまったぞ、キャー。人形が、人形の頭が。けたたましく鳴り響く警報。あ、しかも煙も充満して。
と同時に天井からアナウンスの声が聞こえてきた。火災発生、火災発生。緊急システムを作動します。室内にいる者は速やかに退避してください。お？なんか今音がしたぞ。鍵が開いたのか。お、ランプついてんじゃねえか。隣の電子ロック制御デバイスだ。左色のランプかと思っている。これ開くんじゃないのかこれ。おお、ここ。純平くん、ランプを見て。ああ、緑色に変わってるな。緊急システムが作動して、ロックが解除されたんだ。これで四つ葉を助けることが。さあ来い。お、四つ葉。純平。開け放たれたドアから四つ葉が飛び出してくる。と同時に、どす黒い煙も、天井を這うように流れ込んできた。人形の頭燃えちゃったからね。四つ葉、大丈夫か？怪我は、まさかマックスにするとは思わなかったけど。ゲホゲホゴホゴホ。四つ葉は激しく咳き込みながら言った。大丈夫なわけないでしょ。いやいやいや、お前だからのやったのあくまでも。何もたもたしてんのよ、ボケナス。あの一歩で死ぬところだったじゃない。まあまあ、まあいいでしょう。すまん、これでも急いだつもりなんだが。そんなことどうでもいいから早く逃げましょう。こっち側に火の手が回ってくるのも時間の問題よ。まあまあ、四つ葉の人間らしいところが見えてよかったわ。まあ、この後不幸なことあるからな、四つ葉にとって。多めに見とこう、とりあえず。